ヘムラのシスターベルカムでのクソ。みんなお年玉いくらもらった？全部ちょうだいよ。なんかいいですよ。イエス。2夜連続トラウマ企画。第2夜ということで、あ、第30回ちぎないこのトラウマだったのがごめんしゃー。30回行きましたね。ついに30回行きました。まあ、寿命が尽きるまではやります。じゃあ早速やっていこう。保管アナル。危険な検索ワード。これですね。1分20秒。めっちゃ強化。それじゃあまあ見ていきまーす。スタート。どういうことだ？わあ！何それ？うざい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 ！どういうこと？え？何これ？ああ、どういうこと？あかんあかんあかん。あ、すげえ。おお。おお。なあ、もうカオスすぎでしょ。え、なんじゃそりゃ。いや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 、カオスすぎんか。なんだ今の。検索してはいけないワードをめちゃめちゃ詰め込んだ映像作品的なね。めっちゃ編集すごかった。尊敬できる編集だった今のは。ロリポップ、これですね多分。スタート。さっぱり読めません。ああ、3。ああ、何何ですか。癖すげえ。すべての癖が強すぎるな。ロリポープ。怖いな。雰囲気が怖いな。どういうこと？なんで？どういうことですか？ファンタジーすぎんか？全然意味がわからんぞ。かっこいい髪になったな。あ、手が、手が、なんで？帰ってきた。足が、あ、あ、あ、足読んじゃい。いやー、パリーン！ペロペロペロ！あかんねー。あんたはもういかへん。いかへん。ペロペロキャンディーがいいの？ペロペロキャンディー好きすぎるこの話。おお、逃げたー。なんだあれ。うわー、みんなみんな並んでらっしゃる。誰？ペロペロキャンディーだ。ああ、ああ、ああ、もうお前食えんやんけそれは。怖い怖い怖い。ペロペロキャンディーの悪魔がその子供たちに呪いをかけて、子供たちは鬼のようにペロペロキャンディーを貪るようになってしまったと。世にも奇妙な物語、ロッカー。昨日は学校の幽霊でロッカーの話見たんですけど、今回世にも奇妙な物語のロッカーということで。4人もだったら怖いんじゃないですか、さすがに。スタート。なんだ、小田裕二。誰か入ってきた。誰だ？ Who are you？ あ、え、オーマイガー！ やった。ロッカー佐口。オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー。あー、それでロッカー隠れるってこと？へー、わあ。開かない？あ、そっか、ロッカーだもんね。外からじゃないと普通は開けないから。やっちまったな。これは痛恨のミスでございますね。ギリギリの戦い。こんなん絶対バレるやん。あー、怖い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 。佐口のロッカー、怖い。
いやもうこれは完全に佐口の呪いだよ。で、ロッカーの悪魔に捕まったんだ。だから鬼ユージは今出られないんだ。あいつのロッカーだったか。あいつのロッカーに来たー。こっちの方が辛そう。ずっとロッカーの中にいる方が。今になってしてしまう後悔、後戻りはもうできない。おお、ちょっとお伺いしたいんですけど。何でしょう。鋭い刑事。これあの廃棄処分のロッカーですよね。ああ、そうそう、遅いよ。今まで何やってたんだよ。うおー、怖えー。おっと、急展開。これで俺外に出れた。でもこれって廃棄処分されるんだよね。やばくね。刑事さんに見つかってた方がまだマシだったんじゃないの。やべえ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 。オーマイガー、やばいって。やばいやばい。おい、何よ。今なんか聞こえなかったわ。耳遠いんだろ、あんた。ほら、いいからさっさと片付けちまうぜ。聞こえたんだよ。ジャクソンを聞くな。ドリーム、ナイトメア、生存してた。おい、今なんか聞こえなかった。耳遠いんだろ、あんた。いいからさっさと片付けちまうぜ。助けてくれ、助けて、誰が助けて。バカチン怖いじゃん。昨日のロッカーが本当にカスロッカーだった。30回記念ということで、だいたい毎回10回刻みに昔見た克服できなかった動画をリベンジしてみようってやつやってるんですけど、今回は花子さんが来たさっちゃんの噂リベンジしたいなと思います。これも第1回目のトラウマのやつで見たんですけど、スタート。あー、もう音がやだな。花子さんが来た。さっちゃんの噂。さっちゃん。サッチコっていうやだんだ。本当はサッちゃんの噂話ってみんな知っていますか。この噂話を聞いてしまうとめっちゃいい声してんな。手足をちょんぎられてしまうという。まゆみちゃんはバナナの絵を枕元に置いて寝れば絶対に大丈夫だとクラスのみんなを集めて得意になって話しました。その時担任の小野先生が、みんなもう授業時間ですよ。めっちゃ棒読み。クラスのみんなは思い思いに描いたバナナの、こいつちっちゃすぎやろ。バナナもっと自分を表現しろや。まゆみちゃんはそんなことなどすっかり忘れきって。最低だな、まゆみ。布団細っ。真夜中過ぎ、さっちゃんはね、え、体が動かない。金縛りだ。怖い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 。カンマ、あの人は怖い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 。いや、怖い怖い怖い。どうして。ああ、怖い怖い怖い。めっちゃダメージ。光の速度。こんなに怖い思いをしたのは初めてです。幼稚が出んかったの。ふと机を見るとお母さんの手紙とバナナが置いてあった。おお、母さん。お母さんが夜食にバナナを用意して。お母さん奇跡。お母さんとバナナさんに真由美ちゃん。バナナさん。バナナさん。次の日学校で真由美ちゃんはクラスのみんなに話しました。お母さんのバナナのおかげだね。お母さんのバナナ。お母さんのバナナ。このくだりで昔も笑ってる気がする。皆さん静かに。担任の小野先生が昨夜何者かに、大きな刃物で手と足を切り取られた。手と足。そうだったのです。何やお前。あの時小野先生は廊下でさっちゃんの噂話を聞いてしまったのでした。いや、助けろ、助けろ。お前が、お前そのためにいるんちゃうんけ。4、5年ぶりに見ましたけど、やっぱり怖いし、お母さんのバナナで絶対昔も笑ってた気がする。ということで今回はここら辺で終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。ポレラニアン、ポレラニアン、ポレラニアン。